でさ、食料はあったのか？ミノルのおかげで少しは見つかったけど、正直なところはもう少し欲しいんだよな。でも、もう他に探せるところなんて。みんな、こっち来て。はい。あ、なんだ。この中から聞こえたよ。何かあったのかもしれない。すぐ行こう。いや、葵さんの声が届いていない人もいるはずだ。みんなにも声をかけて行ってみよう。わかった。すごいわ。みんな、こっちに来て。これって、非常用備蓄食ってやつ？そうか、学校って被災地の避難場所だから、こういったものもあるところにはあるんだよな。よかった、これだけあれば当分はなんとかなるわね。待てよ、こんなもん本当に食べられんのか？こんなボロボロの校舎で賞味期限とかいつのだよ。あれ、どこにも書いてないわね。ほら見ろ、そんな怪しいもん俺絶対食わねえかんな。確かに俺もちょっと。食いしん坊のミノルまで？そう言われると私もちょっと手を出しにくいわね。アグモン？うん、そりゃおめえは怪物だからよ。どれ、じゃあ俺も、な、こら、ミノル！ミノルくん？ぐっ、ぐっ、おい、大丈夫か？死ぬPC の中身全部消しといてくれ。ミノル、何やってんのよあんたたち。なんてな。だ、やめてよ。心臓が止まるかと思ったじゃない。この野郎、やっていい冗談と時と場合ってもんがあん。バカなことやってんじゃないわよ。反省しろ。まあどうやら問題はないようだな。とりあえず当面水と食料のライフラインだけは確保できたわね。でもさ、ここにあるだけの食料でどれだけ持つかわからないぜ。
これだけあれば、私たちやラブラモンたちを入れても半年は持つわよ。半年って正気かよ。この二日そこらで俺はもう限界だぞ。半年で済めばいいけどな。現状助けが来る様子すら一切ないんだぜ。あまり考えたくないけど、それもそうよね。人間の食べ物すっごくおい。そうなの？少し私にもちょうだい。俺はまあそのそこまで興味はないが、まあミノルのためにも毒味はしておかねばな。毒味ってもう真っ先にミノルの方が食べたじゃない。ほら、あなたたちもそんなに食べ物を粗末にしないで。そうね、万一に備えて余裕があるときは他にも。うん、それに僕たちなら自分たちの食べ物は自分。そうよ、それならこの食料だけで葵たちも一年は持つわ。一年、そんなに長いはしたくないわね。下手すりゃここに骨をうずめることになるかも。だからそういう話はよしてよ。さて、当面の水と食料の進歩、そうするとやっぱ探検できる範囲までは探ってみる。非常食ってのは蛍光食でもあるんだ。数日がかりの移動や野営だってできるし。外にはまだ化け物がうようよいるんだぞ。正気かてめえ。そ、でももしかすると教授や先たちもいるかもしれないし。いるわけねえだろ。もしいたとしても俺たちが探す意味なんてあんのかよ。確かにいるかもしれないわ。でも可能性だけの話で危険を冒すことに賛成できないわ。ねえ、ハル、どうした？そこの森でこんなもの見つけたんだけど。それって昨日会った教授の帽子じゃない？本当だ、どこかで見たことある。ほら、やっぱりいたんじゃないか。そうと分かればみんなで探しに行こうぜ。おいおい、正気かよ。ここにいた方が。考えても見てくださいよ、あれから丸一日経ってるんですよ。俺たち水も食料もないんじゃ、あいつら衰弱してるかもしれない。それもそうね。分かったわ、サキさんたちに万が一があってはいけないわ。おい、死にに行く気か？死なせはしないよ。そう、俺たちもついてる。葵、もし悪い奴が襲ってきても私たちがいるから大丈夫よ。そうね、ありがとう。じゃあみゆきとハルは危険だから置いてくけど、行くのは俺とタクマと葵さんで。待てよ、俺だけこのガキどもと留守番か？またあの雲の化け物みたいなのがここを襲ってきたらどうす。こんな芋虫だけじゃどうにもならねえよ。芋虫じゃないよ、クネモン。ちぇ、それにクネモンは結構。知らねえよ、くそ。安全な場所なんてどこにもないぞ、リョウ。森には見たこともない敵がいるかもしれない。ここだってまた襲われるかもしれ。生き残りたかったら自分で考えるしかないんだ。だよ。リョウ先輩は籠城するんじゃなかったっけ？残ってていいんですよ。うるせえな。いいだろ、協力し。それ協力するって態度とは違うんじゃねえかな。ミノルくん、そのくらいにしなさい。リョウくん。はーい、ごめん。リョウはああ言ってるけど、外より校舎の中に隠れてる方が安全だよな。僕もそう思う。そうだな。もしもって時は
あの食料庫の中にでも。大丈夫だよ、心配いらないから。じゃあみゆきも春をしっかり見守っててね。逆ん？あ、おお、むしろ春。それじゃあ手分けして探そうぜ。ああ、バカ言うなよ。何が出てくるかわからねえんだぞ。一人でいるところに出くわしたら、それこそ終わりじゃねえか。そうね、バラバラになるのは危ない。で探すのはどう？それがいい。そうしようぜ。そしたらリョウと組んだやつが外れってことじゃん。こら、ミノルくん、そんなこと言ったらダメでしょ。この付近に同胞の気配は感じないから大丈夫だろう。うん、かすかに匂いが残ってるけど多分大丈夫よ。それに何かあっても僕たちがみんなを守るよ。冗談じゃねえ。お前らと違ってこの虫は、森に入ろうもんならすぐ住処に帰っちまうだろうよ。クネモンはそんなことし。そうだよ、きっとリョウを守ってくれるさ。うるせえ。とにかく俺は森の方には行かねえぞ。俺はこの辺を探しといてやる。いいか、何かあったらすリョウは放っておいて先行こうぜ。
この教授たちは一体どこに行ったんだろう。タクマは何か見つけたか。いや、特には。そっか、俺はもう少し奥の方を探してみ。私はもう一度校舎の周りを見てみようかしら。もしかしたら入れ違い。それにみゆきちゃんとハル君の様子も気になるか。俺はお前の後ろをついていく。電波も繋がらない状況ではぐれたらやべえからな。だから早く先に行けよな。空いてるだろうな。今気にすることかよ。でもそれ大事だよな。腹減ってると冷静じゃいられなくなるんだ。さ、お腹が空いたら悲しくな。だから早く見つけてやって、食べ物いっぱい食わしてやろうぜ。あ。お、どうしたんだ。この辺りに獣の匂いがするのよ。ただ正確な位置も。敵が潜んでいるっていうの。まだ敵か味方かはわからないわ。でもこの匂いの主かなり強い。この辺りに何かいた痕跡があるな。痕跡。カメラで見ると何か映り込むかも。タクマ見てみてくれよ。足跡だ。教授が危ない。痕跡はこの奥に向かっているようだな。祠の方だ。おいタクマ、祠の中から何か声がするぞ。怪物かもしれないな。注意しながら近づいてみよう。おい、まさかこの。もしサキさんたちがいるなら助けないと。行きましょう。おこっちだ、ついてきて。教授無事だったんだ。いや、どう見ても無事とは言えねえだろこれ。何があったのかしら。教授、あんなにボロボロになってた。おい、あれ本当だ、教授の周りに何かいる。敵か。今こっち見られたぞ。ごめん、今僕が大きな声出したから。いや、どっちにしても最初から見つかってるぜ。問題はこいつらが悪者なのかいいもんなのか。ファルコモンやアグモンみたいに会話ができるやつか。こいつらは。おい、どうだこの人間のジジイ。どうだかな。どうでもいいだろう。それよりファングモン様に何。おい、喋ってる。話。待てって、話しかけるつもりか。危険だって。言葉が通じるならまだなんとかなるさ。うぜえな。消えろクソガキ。こいつら
俺はその君たちと、いくら口の達者なミノルくんでも、たくま、まずいよ。あいつらにはきっと通じないよ。とにかくこんなジジイはどうでもいい。俺、そうだな、どこに行った。ガキならこっちにもいるぞ。これまで相手にしていなかったのに。よし、じゃあこいつをとっ捕ま、とりあえず動けないよ、痛めつけと。おい、なんだ、出口の方にもいるのか。気をつけろ、その声のモンスターは姿が見えない。危険なやつだ。見えないって、そんなやつどうすりゃいいんだよ。よそ見するとはいい度胸だね。おい、ミノル、貴様らミノルに手を出すな。ファルコも、ねえ、なんだてめえ。ミノル、さあ逃げて。この野郎、人間のガキに味方する気。大方人間の力を独り占めするつもりだろ。そうはいくか、くらえ。ファルコモン、まずい、ミノルをかばってファルコモンが、なんのこれしき。やばいぞ、こいつらやる気だ。行くぞ、アグモン。こんな絶体絶命の状況だもの、私もラブラモンと一緒に立って、やってやりましょう。くっ、アグモンたちだけに戦わせるわけには。ダメだ、ファルコモン、そんな怪我をしているのに戦…なんのこれしき。ミノルに…ファルコモン、ごめん、ごめんよ。俺が怪我を負うようなことになったのは俺のせいなのに。ファルコモンは俺を責めるどころか、怪我をしているのに俺を守ろ。怖い。できることなら下を向くな、ミノル。本来のミノルはそんな臆病じゃない。ファルコモン、さあやるぞ、この俺が。まだ来る気か、てめえ。危ない、ファルコモン。ミノル、俺の前に出るとは。ファルコモンを守らなきゃって思ったら、俺には誰かを守る力なんてないくせにな。情けねえの。情けないものか。ミノルの強さも優しさも俺は知っている。大丈夫だ、その心意気があるのなら。悔しいと思えるな、強くありたいという気持ちがあれば。ミノルは、ファルコモン、強くありたいと願うその気持ち、守ろうとしてくれたその心、俺は嬉しい。力が俺の力となる。だからこれはミノルの力でもある。いざ参るぞ。
戦う準備はできている。ここは俺が行く。私の番だね。ここは俺が行く。デストラクションドア。私の番だね。ここは俺が行く。デストラクションドア。オイラの番だね。
私の番だね。ここは俺が行く。私の番だね。ここは俺が行く。私の番だね。ここは俺が行く。オイラの番だね。私の番だね。ここは俺が行く。
の番だね。ここで引いてなるものか。くっ、ダメだ。なん、ファル怪我を。ファコ。守る。ディアトリモン。なんだ。いざ。隙にはさせん。ここは俺が行く。私の番だね。ここは俺が行く。
私の番だね。ここは俺が行く。私の番だね。ここは俺が行く。私の番だね。ここは俺が行く。オイラの番だね。私の番だね。ここは俺が行く。の番だね。
私の番だね。ここは俺が行く。何者だ？俺を捕らえるとは、そこそこ勘のいい奴がいるみたいだな。まあいい。先にあの二人を。助かったのか？見逃されたってか。すごい怖そうな奴だった。あんなの余裕よ。それより教授は？そうだ、教授は無事か？怪我はしてるけど大した傷じゃない。どこか安全な場所に運ぼう。ここまで来れば、教授、傷はどうですか？ああ、だいぶ落ち着いたよ。君たちの治療のおかげだ。ありがとう。どういたしまして。ま、救急箱持ってた葵さんのお手柄だけどね。たまたま持ってただけよ。しかし、ここは一体何なんだ？それを聞きたいのは、僕たちもなんですが。とにかく、水も食べ物もありません。敵もアグモンたちが追い払ったし、もう大丈夫です。アグモン僕あ、大丈夫です。アグモンはそのさっきの連中と違っていいやつ。そう、僕は人間の敵じゃない。もちろん俺もです。私もそうか。ちょっとその頭の中を整理する時間が欲しい。ようやく落ち着いた。やはりそうなのか。やはり獣神はやはり実在したということか。いや、まだ早合点はいかんな。確かな検証を重ねなければ。いっそ夢ならよかったのによ。このでも大丈夫だよ、こいつらみんな味方だし。私もいろいろあったからな。まだ何かを思い出したような、いや思い出せない。脳に霧がかかっているような感覚。霧？あれって危険なんだ、教授さん。そうか、やはりあれが精神に何か影響を及ぼしている。君たちがこの生き物たちとの共存に疑問を抱いていない点もその影響かもしれないな。俺はそうでもねえし。さあ教授、お水をどうぞ。しばらく休んだら校舎に行きましょう。
私たちが拠点にしている場所です。そうか、ありがとう。校舎、そうか、君、あ、いけない。え、どうかしましたか。これが夢ではなかったのなら、そうだ、あの子たちは無事にあの怪物から逃げ切れたのだろうか。こうしてはおられん。サキ君とシュウジ君を助けねば。教授、しっかり。大丈夫？無理をするな。動いちゃダメだよ。助けるって無茶だよ。今はまだ教授もフラフラなんだぜ。それより教授、サキ君とシュウジ君って、今はどこにいるのかまでは、最後に見た場所までなら案内はできると。教授もこんなボロボロのフラフラだし、そう遠くじゃないはずだぜ。よし、みんなして二人を探そう。俺は反対だぜ。ですよね。じゃあここでお留守番を頼むよ。だから俺一人置いていく気かよ。ちっ、待ったよ。とにかく急ごう。無事でいてくれよ。